おばさん、新捨てのちょっとあれ見れます？お姉さん、唐揚げもが、いや、はっきおいのこがどうも、あっきでーす。皆さん、ここがどこだかわかりますか？ネギトロ炭鉱でございます。イエーイ。やばい、マジで懐かしい。なにこれ、乗れるやつあるんだけどさ、高ささ、人間で設定した？やばい、これ元祖スプラトゥーン1のステージなんよ。まぁ、ちょっと改装とかされてるけど。え、なにこれ？はっ、これさ、登るやつだ！すごい！ちょっと待って待って、懐かしい。ここにね、右とね、ここには橋あって、ここ左あって、これ右と左でね、別の戦いが起きたりとかするのよ。エリアが片方片方だったり。でですね、皆さん、ここなんですよ、ここ！この中！この奥に何があるかっていうのをね、俺ね、昔の動画でね、ここをね、なんかね、奥進んでったんだけど、チラッとね、昔の動画久しぶりに見てみたら、195万再生されてた、その動画。やばすぎ、普通に。で、ダイオウイカとかで入ったりしてたんだけれども、ちょっと今回もこれいけ、え？あ、ちょっと待って。え？え？ちょっとここは濡れる？え？え、ちょっと待って。え？ちょっと待って、待って。待って、なんで？ねえ、ヤングドーナツ見たいんだよ。ほら、奥になんかあるね。湖というかな。ちょっと待って、行けないんだけど。え、嘘。ちょっと待って。え、エリアとかでも無理かな。やばいやばい、ショックでかい。え、てかエリア真ん中になってる。あ、さすがに真ん中にしたんだ。あ、エリアだとだいぶ変わる。でもさすがにこっちの方がいいもんな。ちょっと待って、嘘でしょ。待って、これ行けないんだけど。ちょっと待ってよ。ここの奥行きたい。しかも入れなそう。マジ？いや、前やった時も、縄張りとか、エリア捕獲やぐらだったら入れなかったの。で、ヒーローモードだったら入れたみたいな感じだったの。でも、濡れたのよ。せめて。いや、マジか、ちょっと待って。俺、これ楽しみにしてて。マジ、本当に生きてきたのに、ねえ、嘘！皆さん、大王で来ました。俺はまだ諦めない。大王ってか、帝王。帝王でならなんとかいけるかも。マジかよ！俺は諦めない。このショックワンダーでだったらいける気がする。ショックワンダー行ってくれ！ちょっと、なんで入れるんだよ！あ、でもちょっと隙間から、やっぱ奥なんかありそうだよ。マジかよ、もう！待って。195万再生のロマンがあるんだよ。やっぱり、これ、ここから、ちょっと覗けない？どう？いや、やっぱ、なんもないよな。ここに繋がってはなさそうだな。いや、マジか！ヤングドーナツ見たかったのね、もう。マジかよ、もう。待って！ヤングドーナツある。ちょっとスプラトゥーン1のやつよりヤングドーナツ感ないけど、ヤングドーナツあるぞみんな。待って、これさ、ショックワンダー後ろから行くみたいのも無理？ショックワンダーでなんかどうにか中は入れないが、だってあそこ右と左に繋がってそうだもんね。ってなると、ちょっと待って、一回ちょっと待って。でもヤングドーナツはやっぱちょっと、他のところから見たいのもある。これさ、おぉ、こんにちは。こんなにさ、お散歩のところで実況撮ってる人いる？いや、それでもね、みんながね、あの奥を待っている気がする。俺はあの中から、見えたヤングドーナツが好きなのにな。ズーム。さあ、皆さん、こちら、ヤングドーナツです。え、待って、スプラトゥーン1の時よりなんか、ヤングドーナツ感なくなったんだよな。いや、みんな知ってる？マジでヤングドーナツ大好きだったんよ、俺。絶対食べたことある人いると思うんだけど。せっかくなんで、ネギトロ炭鉱の、ガチマ来ました。いやー、マジ、ヤングドーナツ、ちょっと、見れたのはまあ良かったけど、あそこの中入れないのショックすぎる。塗ることすらできないんだよ。
マジか、めちゃくちゃ信じてたのにな。変なとこに吸盤つけちゃった、ごめんなさい。怖い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 、待って待って、これね、待ってね、入りたいけどな、きついか、ちょっとやばいな。てかね、あのヤングドーナツのさ、今日さ企画みたいな感じで撮ったじゃん。でね、あの昔にね、それでね、ヤングドーナツをね、じきじきにもらったことあるのよ。なあ、嘘。なんか昔に話とスプラトゥーンがごっちゃごちゃになってるね、ごめんね、ちょっと話したいの。あのヤングドーナツ、あるある、ヤングドーナツ大好きだったんだなみたいな感じでさ、昔にさ、めっちゃ話したことあって、そしたらさ、ヤングドーナツの会社さんからさ、じきじきにヤングドーナツ1年分ぐらいと、ヤングドーナツのなんかタオルとかメジャーとか、なんかヤングドーナツグッズ、あの通称ヤングくんって言うんだけど、そうの、あのグッズめっちゃもらったことあるんだよね。すごくない？マジでめちゃくちゃ美味しかったからね。いや、小さい頃ね、30円でなかなか手届かなかったんだって、小学生の頃、好きだけど、だから10円の安いドーナツ買ってたんだみたいな話をね、したことがあって。いや、マジか、なんか厄介だな、さっきから。やばい、ちょっと集中しないとまずい。 OK、 いい感じではあるが、それ打った後にこうこう、待って、なんかヤグラでかくね、ヤグラ太った、ヤグラ太ったって絶対。あ、くそー、でも頑張れ頑張れ、なんかヤグラ太ってますね、ネギトロ炭鉱のは。いや、もうネギトロ食いたくなるし、もうヤングドーナツ食いたい。裏いる、裏裏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 裏にいるのは俺が知ってるから関係、あ、でもどっか、あ、大丈夫じゃん、ラッキー、降りてくれた。はいはい、こっち、はい、こっち、はい、ねー、てか195万再生されてんのすごいな、マジで。あれだよ、ヤングドーナツ見つけたっていうタイトルとかにもしてない、マジでただの、なんだっけな、もうなんかよくわかんない動画ではあったんだよな。なんかいいな、スプラトゥーン1の懐かしさを感じれて。それ痛いね。よし、帰った帰った、でかい。オッケー、ナイスー、やばい。はい、俺もね、こんなことして踊っちゃおうかな、なんてね。で、こうやってやって、こうね、踊っちゃう、え、ほんとになんかいい感じ。ちゃんと活躍できてるかもしれない。よし、大丈夫大丈夫、俺がやる。ナイスナイスナイス。ナイスナイス。もういけるいけるいける、勝てる勝てる勝てる。はい、ヤグラの上に乗ってる、大丈夫、俺がいる、ナイスー、イエーイ。いや、ちょっとネギトロ炭鉱の勘がまだ戻ってきてないけど、でもなんかネギトロ炭鉱はめちゃくちゃ変わったって感じはしないな。まあ、変わってるけど、マサバ海峡大橋とか、もうなんかそういうのに比べたらそこまで変わってないから、なんか懐かしさめっちゃ感じるわ。お、ネギトロ炭鉱引いてる。ちょっと今回はちょっと集中してネギトロ炭鉱をしっかりやっていこうかな。いや、懐かしいな、マジで。本当に懐かしいとヤングドーナツしか今日多分言ってない。いや、でもね、やっぱね、ちょっとショック受けてる、俺。ちゃんと。あそこの奥入れなかったの。でも、ヒーローモードにはないと思うんだよね、ネギトロ炭鉱。もうネギトロ炭鉱がある状態から始まってないから。そう。いや、でもね、帰ってきてくれただけでも。俺はヤングドーナツが自分の目で見れただけでも全然嬉しいからね。ナイスに落ち。もうそれだけでも全然俺はもういい。まだいるな。どっかいるな。まだいるな、あれやれてあげたいけどな。ナイスナイスナイス、そこ、それね、生かしたくない。ナイス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 、大丈夫かな、右も見てくれそうだね。一緒に一回相乗りして、ちょっとこれ左行った方がいいな。それそれ、うーん、どうしよう。一旦強そうなこの裏に置いといて、最悪。ナイスナイス、強い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 、オッケー、ハッ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 、インクなかった、ごめんね。いやー、もう全然当たんないよ、ごめん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 、まずいな、これ結構まずいな。やばい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 、ラッキー、助けてくれた、このエレベーターが。そういうこともあるんだ、絶対死んだと思ったもん今、ラッキー。でもこれどうやってあっちが行くの、え、もうあっちが行けない、ちょっとまだ分かってないんだよな、あんまりよく。え、今なんで俺やれてないんですか、今の俺。ギリギリあれか。ナイス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 。よいしょ。だからここに潜伏みたいのできないんだ。そういうことね。
これちょっとおもろいな。しかも登るときこっちからしか登れないっていうのがまたおもろい。今までとちょっと違う。ただこっからこう行ったりして、この辺いる？はい、この辺いると思ったんですよね。うまいうまいうまい。ナイスー！やっぱり、ネギトロ炭鉱はやっぱなんか懐かしさと、やっぱヤングドーナツパワーで、やっぱ強くなるわ。やったー！ 7 キル1です。いいね。ダメだ。マジで、なんか、もう本当に、なんか来てしまう。来てしまう。この隙間とかは？ああ、無理か。もう、あ、待って、あ、ここだ。この隙間から、あそこの奥見れたりしない？くそ。この隙間から、なんか、無理だ。どうしよう。もう、悔しくて！来れなかったら多分俺もう、無理だったと思う。来れなかったら。スプラトゥーン1だと画質的にめちゃくちゃヤングドーナツだったの。3だと画質良くなってなんか、角張ってなんか、なんだこれ、本当に浮き輪みたいな。これ以上先行ったら危ないですよ、みたいな、やつなんだね。でも1のやつはマジで、本当に、ヤングドーナツなのよ。くそ。クラゲもヤングドーナツじゃねえなって思ってるんだろうな、ほら。なんか釣りしてるもん。ね。はぁ。ということで皆さん、ヤングドーナツをこれからもよろしくお願いします。よし！これでヤングドーナツさんからまた、ヤングドーナツをもらえるかもしれない。こういうこと言ったらもらえないんだよね。うん。はい、スプラトゥーン4のネギトロ炭鉱でまた、探す動画で会いましょう。バイバイ！